はい、皆さんこんにちは。今日は平成の埼玉県の川島町にある平成の森公園のバラの日本一のバラのトンネルを行ってみたいと思います。どっちから入る？何種類？53種類、何百万本とりあえず行ってみましょう。ちょっとね、まだ半咲きな感じですね。これでも綺麗に咲いたら、まあ、結構咲いてるのかな、まあ、結構綺麗だね。あ、名前書いてある、エデンローズ。これがいい、綺麗だね、エデンローズ。ここ抜く、行ってみよう。なんかみんなあれなんだね、寄贈されてるんだ。長い。ん？何が？あ、バラすごい、トゲがすごい。これ綺麗に咲いてるね。ツルブルームーン、ブルームーン。マジ？え、もう、あ、これね。そうだね。よく知ってる。ああ、そうっぽい。あ、これか。だから、綺麗に咲いてるね。黄色、真っ黄色だ。いろんな色があるんだね。黄色いの。すごいね。あ、これ白い。白い。白も結構ね、ピンク、薄ピンクだ。薄ピンク。結構綺麗な色です。これ、警察の中で出てきた。これはなんか殺人事件出てくるやつだね。殺人事件出てくるやつ。すげえ。バラ、ザ・バラって感じ。はい、バラ、ザ。ザ・バラ。このオレンジも綺麗。結構綺麗だね。思ったより少ないけどね。これ全開で咲いたら本当綺麗だよね。あー、カーネーションみたいだね。あ、そう、カーネーションといえば。あれ、これどっち行くの？レオナルド・ダ・ヴィンチ。どれ？これじゃない？ピンクと黄色。ピンクの方、黄色の方。花心。花心だね。何？仲良し、兄弟やって。ツルサラバンド。ツルサラバンド。ツルサラバンドだって。何これ？これバラじゃなくね？ね。ハイビスカス。すごいね。バラじゃないみたい。あ、なんかシワシワじゃない。おー、見てた。これ絶対ピーコの時くれば綺麗だよ。でもトゲがチクチク刺さる。あ、いいな。白いの綺麗だよね、やっぱりね。スルフラウドカウドルシュキ。長くね、これ。羽衣。羽衣。ちっちゃ。これ何？これ赤だね。綺麗だね。真っ赤。朱だね、朱。朱色。朱色だね、赤じゃないね、朱色だ。太鼓、太鼓。まだでも完全に咲き切ってる感じじゃなくてね。つぼみいっぱいある。ねえ。ツルホワイトマスターピース。の上にピンクのあって可愛い。あ、これピンク。ソルブレイユ。ソルブレイユ。すごいね、種類はいっぱいある。お、出口じゃない。また出口だ。出口。お、これ綺麗。何？なんていうやつ？書いてない。あ、名前書いてない。見えない。あ、でかいね。あ、すごい綺麗。じゃじゃん。四角ね。あ、これじゃない、これ。そっか、これもそうだ。
ベルサイユのバラって感じ。ベルサイユ漫画だけどね。すごいパープル、すごいパープル、ザ・パープル、ザ・パープル。これもバラじゃなくない？バラじゃないね、これすごいね。バラに見えない。なんて何かにつままれたみたいな。ウィリアム・ロブ、ウィリアム・ロブ。お、ほんと、ほいお、ちょっと、ほいバラって言ってもあれなんだね。ああいう形だけじゃないんだね。どんなの？あ、これかわいい。こういうイメージだもんね。かわいい。ホスティリオン。ホスティリオン。どれ？あ、黄色いね、マッキ。カーネーション見て。サーモンサンセーション。サーモン、確かにサーモン色だね。すごい。赤っぽいマジ。黄色は卵。スルチャールストン。スルチャールストン。スルチャールストン。どれ？白いのか。あー、きれい。あ、これすげえ。この辺すげえ。あれもすげえ。あ、これいいね。すごいね。綺麗だね。色合いがいいね。また黄色とピンクとね。なんて言うんだろうね。新雪、新雪、新雪、新雪。あ、これか。白いね。本当だ。これ。何？でかいね。でかい。でかい。ホールとテンソ。エマニエル、エマニエルだって。確かにエマニエル夫人っぽい。はい、はい、じゃあもう一回りしました。感想はどうですか？なんかいろんなバラとかが綺麗。ここも結構全部綺麗だね。ここが綺麗だね。いろんな種類があって、バラってなんかいろいろ積み重なってるんですけど、桜みたいになってるやつもあってすごかったです。はい、パパさん。そうですね。たまたま通りかかって、なんだっけ、日本一のバラのトンネルっていうんであって、まあ本当に日本一かどうかどう不安だったんですけど正直バラにはあんまり興味ないんですけどでも見たらすごく綺麗だったね。一応多分日本一なんでしょう。自称かもしれないけど。もっと長いところがあったらしい。そうですね、もっと長くて、ただ時期がね、ちょっとずれてるよね。ちょっと早かった。ちょっと早かった。まだつぼんでるもんね。そんな感じで、まあ一応330mあるらしいです。結構本当綺麗に、もっと綺麗に咲いてる時期もあると思うんで、ぜひよかったら来てみてください。はい、埼玉県の川島町平成の森公園からお送りしました。バイバーイ。チャンネル登録よろしく。船買おう。